大阪府屋根川の自宅にて長女の遺体を遺棄したとして、大阪府警は会社員とその妻を23日に死体遺棄容疑で逮捕しました。低栄養状態で体重は約19キロとなり、極度に痩せ細った状態で発見され、府警による司法解剖の結果、長女の死因は凍死と発表されました。今回面識をご覧いただく方は、精神疾患を患い16年もの間プレハブ小屋に監禁されていたこの方です。それでは柿本愛理さんの推理を見ていきましょう。最初に天格についてですが、天格とは祖先より伝承される一族の宿命を表す部位であり、十三角の場合人気運とされ、笑顔を絶やさない人気者の家系といえます。誰かしらの生活の面倒を見る立場に必ず立たされる役割を担いますが、目下の人でも年長者でも上手に付き合い、次第に発展していく家庭繁栄の通理といえます。続いて人格についてですが、人格とは人生の中心となる壮年期の運命を表す部位であり、17角の場合牽引運とされ、脇目も振らず一途に突き進むタイプですので、偏屈や強情者が多く、時に冷たく生意気な印象を与えることもあるでしょう。7系は別名人情沙汰の層とも呼ばれているので、切れると暴言が止まらなくなり、相手をどこまでも叩き潰す傾向にあるでしょう。また人に嫌われることを滅法嫌いますので、自我を抑えられなくなれば癇癪を起こすこともあるでしょう。続いて知覚についてですが、知覚とは幼少期から青年期までの運命に強い影響を及ぼす部位であり、20角の場合水防運とされ、知略と行動力に優れていますが、何事も意のままにならず、幾多の災難が降りかかり孤独に陥る傾向が強いでしょう。そのため非業の大凶悪とされ、解明すべき数理といえます。続いて外覚についてですが、外覚とは周囲の環境に対して強く作用する部位であり、16角の場合頭領運とされ、博愛と内助の功を発揮し、誰からも慕われますが、精神面では頼りにされすぎて大きな責任がのしかかり、三才配列が危険命の場合強作用に転じやすく、ストレスを抱えやすいのも特徴です。続いて双角についてですが、双角とは壮年期から晩年に向かって強く影響する部位であり、33角の場合頭領運とされ、行動力決断力が優れているため無理をしすぎる傾向にあります。目的達成のためには手段を選ばず、トラブルに関わることも見受けられるでしょう。最地あるものは旺盛な発展をし、天下に名声が轟くほどの成果を上げますが、無力なるものは失意に嘆く結果となり得るのです。また33角は奇人変人な思考回路であるため、なかなか理解者を得られず、疎外感や孤独感に苛まれるという暗示もあります。最後に福運ですが、福運とは発展成長運を促す部位であり、37角の場合独立運とされ、多くの支持を得て万難を排し成功を成し遂げます。我が道を行くタイプですので、周囲との調和を心がければいかなる困難をも乗り越えることができるでしょう。ご覧の通り、ご自身の年齢が33歳ということもありますので、壮年期を司る人格の運命に強く影響されます。女性は意地っ張りで強情にして頑固、類まれなる負けず嫌いな数理であることがわかります。それでは数理に隠された名式をご覧いただきましょう。赤文字に変換された部位は死を招く鬼門です。三才配列は危険命、複合札は豊札と天地札、意味文字は愛です。そして生命学の禁じ手とされる長白十三角と親族札を持っておりますので、まず最初に三才配列の危険命について見ていきましょう。三才配列とは五行説をもとに、人は天と地の恵みの間に生かされているという思想です。危険命とは天地相克であり、脳裏に死が付きまとう配列され、敏感で疑い深く、
被害妄想を患い、自ら苦しみを作り出す人が多くいます。そのため精神疾患に陥りやすく、極度の不幸に陥る急変没落の暗示が強く、多くは発狂し自殺者を出す配列と言えます。続いて不合殺について見ていきましょう。最初に法殺についてですが、名字と名前のつなぎ目が基本数同格で一致しており、一度何かにつまずくと二度と元には戻れないという暗示があるのです。ピンチを察知する直感力が鈍く、あまり先を考えずに行動してしまうため、自己管理能力に欠け、周囲に迷惑をかけることもあるのです。事態がこじれるとその結果が悪く、トラブルの渦中に身を置きやすいのです。続いて天殺についてですが、こちらも天格と地格が同数原理で一致しており、天殺は生命学において絶対に名付けてはならないとされる直下型の大鬼門です。前触れもなく突然思いがけない事態が発生します。突然仕事や授業が失敗したり、突然思いがけない大病を患ったり、命に関わる大きな災難に巻き込まれるという暗示があるのです。続いて意味文字の愛についても触れておきましょう。愛という文字には家族との縁が薄く、愛情面で悩みを抱えやすいとされる意味文字なのです。続いて生命学の近似とされる長頭十三角と親族殺についても触れておきましょう。最初に長頭十三角についてですが、名前の一番上の文字に三五九角を持つ場合の近似とされ、別名命の綱引きとも呼ばれているのです。親子との縁が薄く、生き別れもしくは死に別れるという暗示があり、さらに女性の場合後家聡明となります。夫婦円満ならば片方が短命、円満健在ならば相続人との縁薄しという暗示があるのです。運勢とは別に五行の組み合わせが悪いと短命になります。最後に親族殺についても触れておきましょう。親族殺とは母である柿本ゆかりさんと本人の柿本愛理さんの理という文字が同じであり、名前を分け合っているため、お互いの命や運命の奪い合いを余儀なくされるのです。命が尽きるまで引き合いは永遠に続き、結果として家計が滅びる暗示があるのです。柿本愛理、鑑定の結果、三歳配列が危険名で、複合殺には法殺と天殺があり、その行く先には赤文字が待ち構えており、強烈な運気に支配されながらも、その姿は八方塞がりでした。この家の一番の問題点は、一家の主である父と娘の関係です。父と娘の関係は、過酷言に当たります。火は金属を溶かすことから、愛理さんの鉄のごとき強情な思考を、父は焼き尽くすかのような荒療治を行い、窓のないプレハブ小屋に16年もの間監禁し続け、33歳の若さで帰らぬ人となりました。火に溶かされた金属のように愛理さんは原型をとどめておけず、発見時の体重はわずか19キロだったそうです。父である安坂さんの名識は地格と外格が同格同数で一致しており、本来相手に向けられるべき好意の矢印が U ターンして自身に向けられているという現象が起こります。したがって自己愛性人格障害となり、自分が一番正しいと思い込んでいるため、精神疾患に対する正しい理解もないまま、名ばかりの閉鎖病棟を作り上げてしまったのでしょう。いずれにせよ、生命学最大の危険名であることが死に至る要因だったと言えます。名は体を表すということわざがあるように、悪いのはすべて名前です。名前で人は不幸にも幸せにもなれるのです。